はいどうも、赤星赤崎ですよ。赤星マシマシ TV、出ましたラーメン屋さんですということで、あらなんすけどね、ラーメン屋さん、はい、ラーメンを食べれてる、食べる、うん、3ヶ月ぶりなんですが、うん、松市屋戸塚店さんということで、うん、まだ二郎系ではございません、ね、はい、戸塚駅まで行ってきましたが、はい、ここがですね、まあ、3ヶ月ぶり動物系のスープを使ったラーメンで、うん、ビーガンはね食ってたからね、そう、うん、二郎系だね、家系ラーメンで様子も見る、本当にラーメンもいっぱいも食ってなかったから、まあ、ビーガン以外で、家系で肩慣らし、うん、肩慣らし、ちょっと攻めてるけどね、うん、はい、で今回赤崎さんとの、まあ、コラボという形にはなるんですが、あ、はい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 、ここがですね、二十歳の時に僕バイトをしてたお店なんですね。うん、結構やってたんですか。そう、あ、2ヶ月ぐらいですね。おー、言うな、はい、2ヶ月ぐらい、うん、バイトしてたってやってないな、それは。いや、でも一通り覚えたから、ね、飛んだだよ、飛んだ、中3年、ね、ちゃんと辞めると言って辞めましたよ。覚えたタイミングで辞めてるぐらいだよね。あ、そうですか。一番もったいないよ。皿洗いを主にやってました。はい、で基本醤油豚骨、塩豚骨、極める味噌豚骨、混ぜそばなんて、ね、昔はなかったんだけど、私が働いてたことは、働いてた時はありませんでした。あったかもしれないけどな、覚えてないだけで。OB ずらすんな。ほんとなかったよ、ほんとなかった。OB ずらしてたから、あのご飯もの餃子セットお得ですね、40円とかですね。あと券売機でも固め濃いめとかね、うん、選べるんですよ。うん、だからあの申告せずにここでね選んでください。で、尺丼こちらです。味噌豚骨大、欲張った感じが、ね、ええ、美味しそうですね。チャーシュー入れて、ほうれん草と、で、海苔5枚は食べログ無料券ということでね、お店も推奨はしておりますので、大丈夫ですか、その、早死に三段活用とかあるじゃないですか。あ、家系も、はい、これ、うん、あの少なめにしてるんで、油は、あ、油少なめにはしてます。はい、ちょっと気使ってる、気使ってますね。よかったよかった、よかったのかな。まあ、デフォーではない、増してますけど、豚とかね、うん、あ、そしてこちらがなんと13年前のまかない、よく取ってたね、まあるんです。ガラケーっぽいな、これガラケーですね、画質悪い、海苔一周してんじゃないですか、ね、します。はい、入れさせてもらって、これすごい、豚のね種類がちょっと昔は違いましたね。で、赤崎さんはスタンダードの醤油をね、この向こうに置いてて、うん、ちょっとビールも、ちょうど見えないですね、ちょうど見えないけど、ね、お楽しみにということで、同時に上がりますよ、はい、ね。さあということで食べていきましょう。まずはお肉からですね、うん、はい、これ家系でちょっと珍しいんじゃないでしょうか、バラ肉で巻き豚になってるというのは、まあまあまあ、ね、二郎の豚をちょっと思い出させますね、これね、パワーをすごい持ってます、こういう豚を食うのもね、久々なんで、あ、そうよ、豚肉自体をこんなにたくさん食うのが久しぶりなんで、ギュチ、はい、はい、なんかちょっとんって顔しましたけど、あ、ごめんなさいごめんなさい、本当ですよ、あ、本当ですか、ね、本当ですよ、ギュチでタレ染み込んでますね。あ、そしてこのスープですよね、これね、すごいよ、クリーミーな、ね、だからまあ一応松一の一の字が一六屋系のこれ一なんで、やっぱ一六屋といえばね、そうクリーミー系ですからね、クリーミー系なんで少し影響があるのかもしれない、うん、なるほどね、粘度が上昇してますよ、すごく前よりもね、うんうんうん、松一屋独自の味噌という感じがしました、うんうんうん、はい、で永田屋製麺という情報出てます、製麺所の情報まで一応、はい、縮れた丸麺がねちょっと特徴的だったかなとは思います。そうだね、結構もちもちとしてて、そう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 、美味しかったっすね。で今回僕は固めにして、ね、あ、そうなんだ、パキポキ麺と、うんうん、いうことでしたよ、前よりもね、うん、もうだから前言うけど何年前ですか。13年前ですね。そ、結構合ってる、それ合ってますよ、合ってます合ってます、他、あの頃で体重太ってますけどもね、いろいろだから内臓もね、内臓もないし、そう、完全に別人になってる、思ってなかったよな、新人として思えてます、連想ね、連想は申し分ない量、柔らかいね、ガンガンこれスープと絡めてほしいですね、序盤から、ね、意外と麺量ね台にしたけどそんなに入ってないんでね、あ、そうなんだ、序盤から惜しげなくいってください、はい、で、ごまもいきますね、うんうん、これはまあ軽くいきますね、軽くかこれ僕としてはもう結構軽く土砂降りいやいや、ギャバンもね、結構これも軽くいくということでね、軽くいってますね、信用できない、全然軽くいってますからね、重くいったらどうなんだよ、ニンニクも ね、まあ、こんなものはね、重くいったらどうなんだよ、だから蓋外してもうバコってやってる高菜はちょっと軽めにいきます、本当に辛めなのでね、まあね、すごい辛くなっちゃう、さあ来ました、ごまげばニンニク高菜シャワーということでねやってますね、うー、この一口やっぱこれなんですよ、スパイスをいっぱい入れてね、うん、我慢してきたこの一口がね、まあ、美味しくてしょうがなかったということですが、まあね、背徳感もより高まってますね、これね、このルツボにね、うん、肉と海苔を巻いて食う、これがまた美味しいですね、あ、まあそれは美味しいわ絶対ちょっと赤崎のカメラを殴っちゃいましたけど今少しガンなぜだあで松井千夜通はやっぱりここに豆板醤も入れるよね、あ、まあ豆板醤ね、そう、厨房からその様子はよく見てましたよ、もういいって
その働いてたアピール本当にね、ってます夜になるとちゃんとかき集めてまた2人戻すのよ。2ヶ月なんでちょっとやめてくれおい。シュプリームやってたかね、呼んだんですが、はい、なんですがね、ちょここだよ、おっと、んあ、よいしょね、これね、いやもう飲むなってマジで、これだけは忘れてました。じゃあ5じゃねえの。いや、4でしたよ、4なんだ、なかなかのお醤油を使ってますけどね、うん、ということです。で最後はね、ちょっと海苔の配分間違えちゃいまして、うん、ね、海苔だけは浸したね。本当ですか、昔のまかないの時どうやって出てたんですか。確かに3、4枚一気に出たのかもしれない、昔はね。あ、そうなんだ、ね、さあ、そしてね、勢い余ってファイナルスープということですが、はい、そのね、リハビリというか肩慣らしでもう完全までしちゃう。あーすげえ。大丈夫ですか。美味しかったっすねー。やっぱちょっとリハビリなんでまだまだ。いや完全しないのよリハビリね。マシマシレベルの1は83ね、うん、マシマシはできませんけども、マシマシレベル83なんだよ、うん、ね、マスイチヤさんということでございました、はい、ちょっと序盤に触れられなかった情報1個言うとですね、はい、戸塚駅を西口を出るとまずね松屋があるんですね、うん、まず松屋、はい、あの通り松屋、ね、ありました。次にね、うん、松の屋が見れるんですね。松屋フレーズのね。でそのハス向かいに松市屋があるんですね、うん、関係ないでしょ、3つの松がある、うん、松屋フーズじゃないんでしょ。松屋フーズじゃないです、はい、全く関係ない、うん、松市屋ね、軍団、松の軍団という感じですけど、ああそうなんだ、松の軍団、松の本店は藤沢にあるの、うん、あ、そうですね、そうですそうです、結構展開しててね、結構展開してます、うん、はい、どうですか、その13年ぶりに言いました、僕働いてたんですよ、いやいやあ、久しぶりっすね、なんか懐かしいなとか、いや、店内の様子、あの形が変わってたんで、もうそれ言えなかったんです。懐かしいながそんなね、改装してた、ちょっと改装してたんで、そうなんだ、はい、むしろ新しいお店来ちゃったなと思って、店長さんとか、あ、店長さんもね、全然違う人だった、本当に、全然違う人だった、じゃあ一番先輩じゃないですか。あ、そうだね、いや確かに、なんぼのもんじゃい、俺がその当時のやつ、だってね、2ヶ月働いてたんだから、2ヶ月働いてたけど、しかもあの深夜帯4時間だけですけども。いやじゃあもう研修終わったやろ、4時間研修終わったやろ、いや終わってる終わってる終わってるわ、あでも皿洗いとか寸胴洗うだけの人なのに、うん、まかない誰よりも食う、あもう邪魔じゃんでそろそろ仕事を覚えさすかって思ったらやめる、やめちゃう、いや最悪、いやすいません、松江千代さん本当にあの時はお世話になりましたということで、こういう風に成長しましたよ僕は。なんだ、わかんないんだよ、わかんないか、わかんないです、対価じゃないですか、対価、対価してるからね、でもありがとう、あの時のおかげで、はい、体もでかくなったので、ね、ということでね、皆さんも戸塚に行ったらですね、西口松市屋さんでした、はい、大変ごちそうさまでした、ありがとうございます、です。Thank you.